皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、あつ森やっていきたいと思います。今回の服装は前回と同様、エセマリオファッションでいきたいと思います。はい、ただ前回とはね違うのと、帽子をね脱いだんですよ。帽子を脱いだら一気にね、ちょっとマリオっていうよりも農家のおじさん感が否めないんですけども、はい、エセマリオということでやっていきたいと思います。いや、あんたまだサンタの服着てんのかい。3月だよ。はい、ということでですね、昨日たぬきショッピングで注文したマリオ家具5個がね届いていたので、早速開けていきたいと思います。はい、こちらでございます。ドッスンと空中のレンガブロックと普通のレンガブロックと土管を2個買いました。マリオ家具ね、めちゃくちゃいっぱい出てるんですけど、1日5個までしか買えないので、まだ私はね5個しかゲットしてないんですけど、もう十分楽しめそうなので、こちらのゲットしたアイテムで遊んでいきたいと思います。見てよこのドッスン、すごくない？威圧感半端なくない？何この凛々しい入れたちちゃんとこれ落ちるんですよね。おー、いいね、めっちゃ迫力ある。前に来ると落ちるのかな、横だと。あ、でも結構近くに行けばすぐ落ちるんですね。いや、でもこれ危なくない？これ下に誰かいたらもう終わりよ。でも防犯対策にはめちゃくちゃいいので、いつもね、偽物を売りつけてくる狐が来る日にねこのドッスンを置いてやれば、もう常吉はもうスライムナイトに入れないということができるわけですね。はい、そしてこちらがみんな大好き土管ですね早速入ってみましょう。かわいい、ちゃんとちっちゃくなって、あ、出てくるんだね。え、いいね、楽しいね。おー、後ろから入ると前から出てきて、前から入ると後ろから出てくる感じなのかな。ちょっとクリボーで入ってみよう。あ、すごいえ、前めっちゃクリボー出てきた今。めっちゃクリボーだ土管からめっちゃクリボー出てくる感じになりますね。なんかいろいろできそうだな、この土管。土管がね、1個しかない状態だと、ここから入ってここから出るだけなんですけど、もう1個ね、土管があれば、こっちからその土管にワープができるので、ちょっとやってみましょう。いや、地味ー！まあ、お隣なんでね。お隣なんで地味なんですけど、本当はね、もうちょっと遠いところに置けばね、瞬間移動というか、ワープができるということで、可愛いだけじゃなくて便利な道具ですね。はい、そしてこれ、レンガブロックなんですけど、壊してー壊してーなー、壊せないかね、これで。あ、すごい、硬い。スコップとかでもダメだよね。これ上のやつとかさ、叩きたいよね。あつ森ジャンプがないからね、このレンガブロックを叩けないのがちょっと残念。めちゃくちゃ可愛いだけに、そこが残念なんですけど、どうにかしてこれ壊せないかな。全てを壊したい。あれ、これこの状態でさ、座ってみたらさ、もしかしていい感じにクリボーがレンガブロックに乗ってるみたいになるかな。ちょっとやってみましょう。うん、ならんわ完全に農家のおじさん映っちゃってんだよな。ダメですねそう、うまくはいかなかった。このレンガブロックをさ、ドッスンの下に置いたらさ、ドッスンが壊してくれるんじゃない？ちょっと粉々になるんじゃないか、これ。そりゃそうか、ダメだね。下には置けない仕様になってますね。あー、ダメだ。そうだよね、さっき土管に入った時にちょっとジャンプしたじゃないですか。その感じでどうにかいけるかな。え、これちょっといけちゃうんじゃない？土管に入る時にジャンプするので、その時にこのレンガブロックが壊れる説そう、2個あるとこっちにワープしちゃうので、ちょっと1個にして、え、ちょっとやってみよう。え、ジャンプしてみます。いくよ。
いや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 、そんなことないって、絶対壊れるから。え、いや、めちゃくちゃ取り込まれてる。ブロックにクリボー生えてる。いやー、でもこの空中ブロックね、壊せなかったけど、めちゃくちゃ使えそうではありますよね。上に物が置けるので、物をね、なんか空中に浮かせられるというか、いろいろね、使い勝手がめちゃくちゃ良さそう。しかも土管もね、やっぱワープ機能ってめちゃくちゃいいし、まあなんかね、こうやってどっかで作業してる時にさ、あっ！って時に、すぐトイレに行けてしまうというね、優れものですよね。ふぅ。助かった。もうね、この土管さえ持っていれば、もういつでもどこでもね、トイレと遊び場所をね、行き来できるので、もう携帯トイレみたいなもんですよ。よし、じゃあね、明日の分も注文しましょう。あら、ひなたぼっこですか。私も元気にクリボー中。通販ってさ、もちろん届いた時も嬉しいんですけど、こうやってなんか何買おっかなって悩んでる時もめちゃくちゃ楽しいよね。あ、でもちょっとピーチ姫になっとこうかな。ピーチ姫セット買っとこうかな。冠と、やっぱ着たいよね、ピーチ姫のドレスと、あと靴もあったよね。靴、よし、これで私はピーチ姫。あと2個なので、どうしようかな。やっぱコインかな。コインってどんな感じで出るんですかね。しかも350円、めっちゃ安い。めっちゃ安いな。ピーチ姫の冠12000ベルからの350円はいいですね、なんかね。お得感を感じる。コインにしよう。よし、ラスト1個どうしようかな。ゴールポールもいいんですけどね。あ、でも私無敵になりたいので、スーパースターにしよう。やっぱ無敵にはなりたいよね。よし！買ったぞ！え、なに？おー！この度お客様のたぬきショッピングでのお買い物が通算100回を突破いたしました！そんなのあるの？え、すごい、嬉しい。これを記念しまして、いつでもどこでもたぬきショッピングを楽しめる。あ、なんと、あ、そんなのあったの？やっと。なんとなんと、めっちゃ便利じゃん。めっちゃ便利じゃん。やったー。ドッスンってさ、住民の前とかに置いたらなんかリアクションしてくれるのかな。あら、ちょうどいいところに。いいね、マグロ背ちっちゃいからね、ちょうどいいかもしれない。ちょっとドッスン、ドッスン、ドッスンで遊ぼう。ほら見て、マグロ見て、マグロ、ドッスンだよ。ドッスンだよ。え、めっちゃ無反応だ。こんな、こんなすごい岩が落ちてるのに。マグロ、マグロ興味ないの、ドッスンに。いや、あなたよくこんなドッスンドッスンしてるところに平然と座ってられるな。微動だにせず。やっぱちょっとドッスンの下には住民とかアイテムは置けない感じになってるんだね、やっぱね。そうだよね、危ないもんね。マグロ危ないと見えなくもない。はい、ということでですね、今回もあつ森やったんですけども、マリオ家具最高ですね。まだまだね、あのお目にかかってない家具たちがあるのでね、地道にゲットしていきたいと思います。はい、そしてね、あのピーチ姫セットを買ったので、もう今回でこのエセマリオファッションとはおさらばですね。
はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントとかもねすごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、そしてこちらのクリボーの帽子、クリボー紙なんですけども、これは私がマイデザインで作ったもので配布もしてるので、もしね興味あるよって方はねダウンロードしてみてください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。